皆さんこんにちは。50代力士として明治38年1905年の若木の以来116年ぶりの勝ち越しを決めた歴史に残る力士をご存知ですか？それは花風大作です。2022年1月場所に51歳で引退し、36年という相撲人生に幕を閉じました。現役時代は最年長力士とも言われた花風の36年の歴史を振り返りながらエピソードを紹介しましょう。本名山口大作、生年月日1970年5月28日出身東京都足立区、身長180センチメートル、体重129キログラム、所属部屋立浪部屋、生涯戦歴683勝788敗13休、昭和、平成、令和と三元号またぎの土俵に唯一上がった力士ですね。師匠の立浪親方、元小結び旭豊は2歳年上の50歳ですが、実は入門は花風の方が1年早く、複雑な師弟関係ですね。花風は中学卒業後に100年以上の歴史のある名門立浪部屋に入門し、横綱千代の富士が圧倒的に強かった1986年3月場所で初土俵を踏みました。元横綱二羽黒や元横綱北斗海の現役時代を知る貴重な人物でもあります。序の口で迎えた1986年11月場所を全休し、番付外に陥落するも、翌1987年1月場所で即前相撲から復帰しました。3月場所では負け越しましたが、新序力士数の関係から翌5月場所は序二段に昇進、翌7月場所には序の口の土俵で初めての勝ち越しを決めました。1988年9月場所以降は序二段に定着し、初土俵から8年後となる1994年9月場所には3段目に昇進、1997年1月場所から2年間は3段目に定着していましたが、以降は序二段と3段目の往復を続け、なんと2022年1月場所の引退まで序二段から3段目の昇進の往復回数19回を記録しています。西3段目74枚目で迎えた2003年9月場所では、一番相撲から若藤流、海昇山、二瀬瓦と並んで6連勝、7番相撲に勝てば新幕下昇進、そして優勝決定戦に勝てば3段目優勝の可能性があった花風ですが、7番相撲で二瀬川に敗れ叶いませんでした。翌11月場所では6年ぶりに自己最高位を更新したものの、自身2度目の7戦全敗で終え、この場所の番付である東3段目18枚目を更新することはできませんでした。2011年5月当時の最年長力士であった土地天功が引退したことにより、翌7月場所から花風が現役最年長力士となりましたね。2015年7月場所には同期の北斗龍と共に土地天功の現役在位記録を更新しています。さらに2016年5月場所、45歳となった花風は序二段上位で5勝2敗の成績で昭和以降最高齢での3段目昇進を決めました。2017年3月場所で当場所3連敗を喫し、負け越しの危機に追い詰められた花風は、それから3連勝をし迎えた14日目、山響部屋の天見岳と対戦しました。約5分にわたる力相撲の果てに2度取り直しとなり、取り直しの相撲で送り出して勝利した花風は逆転の勝ち越しを決めましたね。2017年5月場所では北斗龍を抜き、ついに現役在位記録の単独1位となりました。2019年5月場所、西序の口4枚目で迎えた花風は2日目に高田川部屋の松ヶ島に勝利しました。この取り組みによって昭和、平成、令和の3時代で本場所の相撲を取った唯一の力士となる偉業を達成したのです。さらに2020年5月28日に50歳となった花風は昭和以降初となる50歳の現役力士となりました。現役力士が50歳を迎えるのは1905年明治38年5月の鬼形に祭事以来115年ぶりであり、また50代以上の現役力士が在籍する場所は1909年明治42年6月以来111年ぶりです。花風の偉業をきっかけに高齢に関する記録に注目が集まりましたね。西序二段77枚目で迎えた2021年3月場所では3連敗後8日目に初勝利を挙げ、通算勝利数を669勝764敗となった花風は元横綱朝青龍に並び、
その後10日目の取り組みで敗れ同場所負け越したものの、12日目に勝利したことで朝青龍の記録を超えました。またその前日に現役力士通算2位の785勝を挙げていた横綱鶴竜が引退したことで、通算勝利数で白鵬玉鷲に次ぐ現役力士3位となったのです。記録は築いたものの、2021年1月場所の相撲ぶりについて相撲記者からは、ただ肝心の相撲は年齢を感じさせる、分厚いテーピングをしている膝はもう限界、一応4つ相撲なのだがもはや肩がどうこうというレベルではないと言われるようになっていました。しかし師匠立浪親方は、現役晩年も土俵に上がる体作りのためにトレーニングは欠かしていなかったと言っています。2021年5月場所の7番相撲に勝利し、通算勝利数を673勝770敗として元横綱輪島の記録に並びましたね。2022年1月場所、西序2段89枚目だったこの場所を最後に51歳7ヶ月で現役を引退。花風の引退によって昭和時代に入門した力士は一人もいなくなりました。ついに現役生活36年間の相撲人生に幕を閉じたのです。引退に関して花風は、長いようで短かったと語っていましたね。引退後の花風について紹介しましょう。神戸市に自らのしこ名をつけた飲食店を開業する傍ら、広島県福山市のタクシー会社の社長が立浪部屋の後援会員と知己であった縁もあり、タクシー運転手となりました。タクシー運転手に転身した理由を、温かく乗客らを迎え入れることで今までもらった応援を返せる、怪我があっても気持ちを切り替えて土俵に上がり続けた経験がいつでも笑顔で迎え入れるために役立つかなと語っています。花風のエピソードを紹介しましょう。実は50歳を迎える前に引退の話も出るようになり、師匠も2020年7月場所後に、もうそろそろという話も正直あると話していました。しかし2019年新型コロナウイルス感染拡大の影響で、花風が引退後に働く予定であった職場の受け入れ体制が整わず、引退時期が伸びたと言われています。この引退延期があったからこそ、結果的に高齢記録が樹立されたこととなり、さらなる記録を築くことができたようです。花風の最高位は3段目であり、一場所に7番までしか取ったことがありません。つまり1年で取れる相撲は最大42番となり、勝率5割で年間21勝、683勝を積み重ねた花風は36年間ほとんど休まずに土俵に上がり続けたことになります。花風が自身の活躍以上に貢献したのは、立浪部屋で勤めたちゃんこ長ですね。長らくちゃんこ長を務め、若い種の相談相手もしていた花風は、明生や豊昇龍ら多くの弟弟子の胃袋を支えてきました。料理の腕前は各界屈指力士として有名ですね。作り方に細かいルールはなく、その日の差し入れや冷蔵庫の食材を見て献立を決めるそうです。若い力士に白飯をたっぷり食べてもらうために、鍋の味付けに加え付け合わせにも工夫しているとのこと。現役時代には、自分の相撲より献立が気になってしまうと笑って話していました。2021年1月場所の花風が勝ち越せた要因について、ある親方は、考えられるとすればコロナ禍とはいえ、花風には30年以上の経験値がある、1年やそこら稽古に影響が出たところでどうってことはないだろう、そもそもちゃんこ長ということは年齢を抜きにしても稽古をする時間があまりない、周囲との差が縮まったということじゃないかと語っていたことがあります。花風は一度も関取になっていませんが、通算在位214場所は史上単独1位であり、100年以上の時を経て大相撲の歴史に新たな1ページを加えました。相撲界を支えた一人と言っても過言ではない、花風大作は語り継がれていく力士の一人となることでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。